ですよ、今場所はね、はい、ちょっと腰高ですからね、今場所はその辺が修正されてますんでね、いい一番になるんじゃないですか。さあ、後ほどまた話を伺っていきますが、土俵は垣添と栃ノ心、時間です。立ち上げにもひるまない垣添、右左と入ってもろ差しの体勢を作るが、振り回した栃ノ心、寄り切りました。力強い栃ノ心、左の回しで相手を振り回しました。栃ノ心勝って2勝目、2勝4敗、垣添は4連勝の後連敗です。寄り切って栃ノ心の勝ち。5勝目の千賀ノ浦さんにお聞きします。千賀ノ浦さん、はい、垣添もう一歩でしたがどうでしょうか。そうですね、垣添はもろ差し長いですけどね、彼は突っ張ってからもろ差しとですね、立ち合いからもろ差しに入っていくのと2通りあるんですよね。今日はなんかこう突っ張ってから入っていった方が良かったような気がしますね。なるほど、立ち合いから行こうとしてしまったわけですね。はい、そうですね、肩がですね悪いからね、相手がね、まあそう言ったんじゃないかと思うんですけども、逆にこう突っ張ってから行った時の方が良かったような、これは結果論ですからね。う、そうですね、はいはい、まあ評論家はうまく言いますけどもね、それはもう突っ張ってから行った方が良かったような気がしますけどもね。なるほど、はい、でも体は動いてるんじゃないですか、垣添は負けてもですね。そうですか、はい、勝ったのは栃ノ心で2勝4敗、明日は海洋、垣添は4勝2敗で、あとは明日は琴欧州、大関琴欧州との対戦です。